回収ソロへ。ミーデラは防備のため山を切り開いて大小の関所を作った。こうした中で州と一同が集って評定が真剣に行われた。比叡は変身。頼みの奈良興福寺の援軍はまだ来ていない。このままいたずらに時を延ばすのは平家を利するだけだ。直ちに六原へ今夜押しかけ夜討ちをかけよう。ついては老人と若い者を二手に分ける。老僧たちを如意ヶ峰より敵の絡め手に向かわせる。足軽どもを先手としてまず白川の民家に火を放てば、六原の武士たちは敵衆と思うてここに駆けつけるに違いない。この間岩坂桜本のあたりで防戦、しばらく時を稼ぐとともに敵をここへ引きつけておく。こうしておいて大手の松坂から伊豆の神を大将軍として若大衆と勇猛な僧たちが六原を襲い、一挙に風上に火をかけて焼き払い、決戦を望んで強襲すれば清盛入道を焼き出して討ち取れぬことがあろうか。戦略に長けた一人が述べればそれは妙案であると大衆は賛同した。ところがかつて平家のために祈祷したことのある一女坊の阿闍梨心海という坊主は、弟子などを数十人引き連れてこの評定の席に進み出ると彼の意見を開陳した。私が申すことを平家のためにする言葉と思われては迷惑至極。私とて衆徒の一人として道義を思い寺の名を惜しむことは人後に落ちぬものです。昔は元家平家ともに朝廷の護衛を務めたものでしたが、今や元家の運傾き、平家世を取って草木も従う勢いでございます。見られる通り寺側の勢い極めて少なく、これで六原へ押し寄せるのは無謀の極みと愚僧思案いたします。それゆえゆっくり作戦を練り、改めて軍勢を募ってはいかがでございましょう。無論この真意は世討ちを延因させるためにあったが、小勢という現実をついた言葉に大衆たちも一向を要せざるを得ない羽目となり、ああでもないこうでもないという長評定が続く始末とはなった。この時衣の下に萌え木匂いの腹巻きを着込み、大立ちを無造作に刺し、白塚のなぎなたを突き立てた僧が進み出ると、大音声を上げた。上縁坊の阿闍梨慶秀というもの、深海を張ったとにらみつけながら言った。下級の場に長評定するのはもう聞き飽きた。他に証拠を求める必要はない。この寺建立の元首天武天皇をいまだ東宮であらせられる時、大友の王子に襲われて吉野から大和の国宇田の氷を通られた際の兵わずか17騎であった。しかし伊勢に越え美濃尾張から集められた軍勢で大友の王子を滅ぼし、位に疲れたのだ。宮中懐に入らずば、漁師もこれを憐れむという。他の者はいざ知らず、慶州の門弟は今夜六原において討ち死にするつもりである。凛たる言葉は万丈を打った。円満院の大夫玄格は膝をすすめると厳しい声で言った。死を末端の多い論議は暇を潰すばかりだ。この貴重な夜が更けるばかりである。急げ、押し寄せて討ち取るべし。大衆の決意は決まった。たちまち部隊の編成が行われた。